もうちょい早く入ってる。難しいな、これは。はい、はい、こんにちは、アルブルも公共室の辻です。まあ、接着剤というのは木工にもなくてはならないものなんですけど、よくこの口がですね、もうカピカピになって、出ない、もしくはもう蓋がない、もしくは蓋と、もうくっついているという、いろんな、まあ、ボンドの悩みがあるよな、岡尾君。ありますね。友達に聞いた商品を少し今日は、はい、ドン。どんなものかわからないんですけど、こういう形ですね。グルーボットというもので、まあ、ボンドの容器なんですけれども、これをちょっと今日使ってみようかなと思います。はい、じゃあ、そうですね、このグルーボット、まあ、外国で接着剤のことを、まあ、グルーって言うんですけど、まあ、ボットっていうのは何なんでしょうね。で、説明が簡単に書いてありますね。ちょっと幅広に、塗れますよというものですね。何でしょう、細く塗れる。でもう一つは、まあ、ガイドみたいなものがついていて、そのガイドによって、板幅の剥ぎとかに使えるような、ガイドになってくれるというものです。であとはまあもう一つ、これがまあ通常のボンドって、この線が切れてですね、もう蓋がどこかに行くっていうことがすごい多いんですけど、まあ、この強度とかもちょっとどんなものなのか、見てみたいなと思ってます。はい、まずボンドの口を取ると、まあ、こういうふうに、まあ、口がついていてパッキンが入ってますね。このパッキンがおそらくすごい、まあ、いい役割をしてくれるんじゃないかなと思ってます。を剥ぐ板剥ぎ用の、ガイドですね。こういうものがついてます。であとはすごい細いものですね。これもあれですね、結構切れやすそうな素材です。この蓋がですね、一番よくなくなるんですね、いろんな人が使うと。であと乾かないということが大事になってくるんで、まあ、その辺の、まあ使いやすさっていうのをちょっと見ていこうと思います。すごいいいなと思うのは、そのまあボンドがどこまで入っているかっていうのが結構見やすいですね。まず透明の乳白色の容器なので、こういうふうに幅広になっているものっていうのは結構僕ら木工ではよく使うので、これでちょっと一回実験してみようと思います。はい、じゃあ実際に普段やっているような形で板剥ぎ、板をくっつけるやり方っていうのを、ちょっとまあそれを進めながら、実際に使いやすさっていうのを調べていきたいと思います。僕らの教室では、板剥ぎの時には必ずビスケットということでやってます。はい、じゃあまず墨付けですね。こうして適当でいいですね。だいたい端からじゃあ7センチ、端から7センチ、ここにビスケットをついてあげますよと。それではビスケット実際についていきます。そうするとですね、このようにここに穴が開いて、でビスケットというチップを埋め込んで、こういうふうに剥ぎ合わせるわけですね。はい、でこれでここにこうチップを埋めて、ボンドを塗ってクランプをして止めてやるというような流れになります。じゃあいよいよ、グルーボットの登場です。まずじゃあ、こういう形で、初めて使いますけれども、なんか面白い形をしていて、ここに筒状のものがあって、そこからこう上がってきてます。まあ、やかんみたいな形ですね。じゃあ実際にちょっと入れていこうと思います。はい、うん、全然出てこないっすね。分かりました。これおそらく初め切ってやらないとこれは使えませんね。今これでハサミでカットしちゃいます。はい、これで空気が入ったので、そうですね、これでしっかり締めて、ここをキャップを締めておいても出る形になりました。これで塗っていきます。ニュル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 、結構グーッと力入れて握ってます。なんかやっぱりちょっと硬いような感じがありますね。で今もう一回これでやってみましょうか。少しこれだとボンド足りなさそうなので、もう一回塗ってやります。はい、印象は
かなりやっぱり硬い、グッと握ってやらないとなかなか、ボンドが出てきません。だからもしかしたら口をもう少し広げてやればいいのかもしれないですね。ちょっともったいないんですけど、もう一つ口を切っちゃいましょうか。もう一段階ちょっと切っちゃいます。はい、じゃあ同じように、ボンドを塗っていきたいんですけど、せっかくなんで今度はこのガイドを使ってやっていこうかなと思います。はい、こんな感じでしょうか。はい、じゃあこれで実際に塗っていきます。ではこれを開いて、板厚が 24mm なんですけどちょっときつそうですね。はい、ではこのまま塗っていきます板厚がやっぱり広すぎるんですかねはい、ということでですね、板厚 24mm にはこれは入らないと。だから薄い板でしか多分おそらくできないということですね。パッと 見た感じ 15mm とか、そうですね、か、20mm ぐらいまではギリギリいけるかなというような感じです。じゃあもうこれは使わないようにしましょう。これ取り外しはすごい簡単です。こういうふうに外してやったらいいですよと。はい、では気を取り直してもう一回塗っていきますね。さっきよりこれ口を広げましたんで、そのどれぐらいの力で出るかっていうのをちょっと試してみます。でこういう形でいいですね。これぐらいのボンドの適量。はい、では実際、これぐらいでどれぐらい伸びるかをちょっとやってみたいと思います。ボンドはまんべんなく、薄くてもいいのでまんべんなく塗ってやることが大事です。入れてやります。でビスケットにはみ出たボンドをまた塗ってやるっていうのも大事ですね。このビスケットチップがブナの圧縮剤で、これがこの板と接合された後でボンドの水分を含んで、膨らんでくれるというような形になります。はい、押しずれるんですけど、これが基本的な板剥ぎの手順です。はい、今こうやって元は1枚の板を切っているので、もう本当に段差がなく全くまた元に戻ったような感じの印象になりました。はい、はい、で今これボンドを使ってみて、実際にすごい、使いやすいなと、適量がすごい出てくれるというのがありがたいですね。うん、比較してあれですけど、こういう口のものでやるとボンドが上にてんこ盛りになることがよくあります。じゃなくてこれは平たい形で出てくれるので、すごい塗りやすいなという印象がありました。であと、これさっきしばらく間を置いて2回目2つ目の板を、塗ったんですけれども、これすごい使いやすかったのが、ボンドこれしばらく置いといても、ピュッと押したら割とすぐ出てきてくれます。こういう形でですね。でこれってすごい重要で、例えば僕ら、向こうで接着をするときに、こういうボンドですねで、塗っていると、まず1回塗りました、1枚目塗りました、で置いておきますとした場合に、今度その塗って伸ばしている間にこっちがまたどん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 下がっていきます。そうすると今度2枚目塗るときにまたボンドが落ちてくるのを待たなければいけないということがよくあります。で、その間がすごいもったいないんですね。接着っていうのはもうどん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 ボンドが乾いていくものなので、でだからといって、僕もよくやるんですけど、早く出るようにこうやって横に置いておくと、もう気づかない間にボンドの重力でダラダラ垂れてくるということがよくあります。はい、でそれを考えると、こういうふうに立てて置いておいても、ボンドがおそらくです、ここ重力で下に押されて、こっちのボンドがもう次の状態をスタンバっておいてくれると、スタンバイしてくれているというような形なんだと思います。で押すことによってギュッと押されて、その待ち時間がすごい少ないと、
ここにボンドが溜まっている状態ですね。ここからこっちには戻ってこないはずなのでっていう構造だと思うので、例えばこれ今ボンドすごいたくさん入れてますけど、もう少し少なくなってもここにあるボンドは空気で押されて出てくるはずです、はい、ということですごい、まあその何でしょう、連続した接着には向いてるかなというような形です。で、まあ、終わった後、これは多分まあ本当に、徹底しようと思うんですけど、口を拭いてキャップをする、はい。でこのキャップをして、今度塗るときは一応ここに同じように同じ口がありますので、ここにこうやって置いておけるというような形になります。であとは本当にこれはまあ使ってみながらになるんですけど、このキャップちゃんと口を拭いてやらないとよくあるんですけど、ここにボンドが残って固まってしまうということがよくあります。なので、それを注意さえすれば、一応こういう形で、しっかり密閉できるかなというような印象です。はい、はい、じゃあタイトボンドの、皿をそのまま1本入れて、ちょうどいいかどうかっていう実験ですね。はい、はい、まあ、タイトボンドのそのボトルと口がぴったり合うということで。そうなんです。はい、そのままガバッと入れて、はい、ぴったり1本分ですね。ぴったり1本分、はい、じゃあ同じ16オンス。そうですね、はいはいはい、なるほど。でそのまま手離しておいたらもう1本丸々入ってくれる。え、どんどん上がってきてますよ。はい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 、便利。はい、ちょうど1本ぐらい。はい、うんうん、まあ、無駄なくそうやって置いといたら使えるってことだよね。そうですね。まあ本当にタイトボンド、これすごいいいボンドで使いやすいは使いやすいんですけど、なかなかやっぱり口がすぐ固まってしまうっていう。でしかも結構固まるとパリパリしたボンドなので、もうなかなかそのもう口をが復活しないという、まあこんな感じですね。こういう形で、まあ僕ら丁寧に使ったとしても、やっぱりいろんな生徒さんが初めて使う生徒さんもいるので、どうしてもまあこういう形になってしまうという悲劇が今まで何回もあったんですけど、まあそうですね、これこのボンドだったらもしかしたらそれは、このグルーボットだったらそれは解消されるのかもしれないですね。はい、じゃあ次は、量が少なくなってきた時、大体こんな感じですね。はい、まあ、半分以下になりましたよという時に、まあ、出はどうなのかという実験をしたいと思います。はい、はい、じゃあ実際出してみてください。はい、おすぐ出る。すぐ出ます。あ、本当。どういう原理なのか私は分かんないです中に空気が溜まってて、なるほどなるほど。ここの空気を押して、押して、そういうことやね。だからこのままでも出るっちゃ出るってことですよね。そうだね、そういうことや、ね、あ、なるほど。でもそっちの細いノズルの方からこっち側へは流れてこないのかな。こっちですか、うんうん、そうですよね。物理がちょっと、うん、わからない。はい、ということで、どんな時でもすぐ出る、グルーボット、はい、はい、ということですごい使いやすいですね。これは嬉しいね。そうですね、使いやすい。あとは本当にその乾きをなんとかしてくれたらね、このちっちゃい穴が詰まりそうですよね。詰まりそうだね。まあそれは本当キャップをきちっとしてっていう形でね。はい、はい、 OK です。はい、はい、ということでちょっと高かったんですけれども、グルーボット、はい、これを、教室では3個買いました。また使ってみてのレビューなど、してみたいと思いますので、こんなまあ商品がありますよということで、まあ、もし興味のある方は、ね、あの形もすごいかっこいいですしね、なんかこう木工作家っていう感じのものです。まあ、中に入れるボンドはタイトボンドでも、速乾ボンドでも、何でもいいと思うので、
こういう形で、まあ、ちょっと購入されてみてはいかがでしょうか。はい、今日はまあそんな商品の紹介でした。ありがとうございます。